こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。今すぐオーストラリアアマゾン輸出を始めるべき3つの理由。今すぐにオーストラリアアマゾンを始めるのが月30万円稼げるスキルを身につける近道。その理由は3つ。1つ。アマゾンは実績重視、新参者に厳しいシステムです。2つ。 はじめの頃は間違いも多めに見てもらいます。三つ。PayPay の100億円ばらまきキャンペーンは仕入れの追い風です。年金じゃ暮らせません。日本人が安心して長生きするためには自分で稼ぐ力を身につける必要があります。年金年金で暮らせるなんて誰が言ったと 不安な要素ばかりの日本しかし輸出ビジネスの仕入れ先と考えるとパラダイス日本には儲かる商品がいくらでもあるオーストラリアで販売するなら日本の価格の5倍以上で売れる商品がいくらでもありますここをクリックするとその商品の具体例やアマゾン輸出を始めるためのサポートその内容をご紹介しています オーストラリア最大消費地シドニー FBA 倉庫が9月に稼働しました。人口は少なくても購買力旺盛なオーストラリア。シドニーで暮らしていた私はオーストラリア人の豊かさあるいは金遣いの荒さがわかります。しかし一般的な日本人はオーストラリアの消費力を低く見積もりすぎています。ボクシングデーセール、盛況を予測と。 なんとボクシングデーのセール、1日の売り上げが2000億円です。そのオーストラリア市場で日本商品を販売するには Amazon を使うのが一番です。オーストラリアアマゾン輸出でやることはとても単純。大変なことは Amazon がやってくれます。ネットショップ作りは不要です。ネットショップ作り、ネットショップを作る必要はありません。Amazon を使います。集客も不要です。集客する必要はありません。 全部アマゾンがやってくれます。売り込み不要。売り込みする必要はありません。全部アマゾンがやってくれます。入金確認不要。入金確認する必要はありません。全部アマゾンがやってくれます。梱包不要。梱包する必要はありません。全部アマゾンがやってくれます。発送不要。自分で発送する必要がありません。全部アマゾンがやってくれます。クレーム処理不要。 クレーム処理する必要はありません全部 Amazon がやってくれます。返品や受付不要。返品受付をする必要はありません。全部 Amazon がやってくれます。あなたがやることは、買い物した商品を Amazon に送るだけ。オーストラリア Amazon ア輸出は今すぐ始めた方がいいです。今すぐにオーストラリア Amazon ア輸出を始めるべき理由は3つ。1番。Amazon は実績重視。 新参者に厳しいシステムです。始めるのは早ければ早いほどいいです。取引実績はたくさんある出品者とバッティングした場合は、新規出品者はなかなか売れません。また、取引実績がある出品者は出品可能。しかし、新規出品者は販売許可が必要という商品も出てきています。2番、初めの頃は間違いも多めに見てもらえます。